きっと私と同じように賢いでしょうから。今、なんか大きな音がしなかったか？ああ、そういえばモナさん、ここ2日何も食べてませんでしたよね。お金が…うわー、うるさいうるさい、そんなことありません。放っておいてください。ふむ、今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたから、このお金で弟子をいたわってあげましょう。